どうも、花です。今日はね、台所詰まりじゃなくてね、トイレ詰まりをやっていきます。まずはね、一番最初にお客様から外回りのご説明を受けているところなんですけども、お客様の方でね、だいぶマスの位置を把握してくれてて、おそらくこのマスにつながってるんじゃないかなっていうところを今からね、開けるところですね。で、よいしょ。外マスは綺麗だな。でね、事前情報としては築がね27、8年ぐらいで、今の今まで大きな詰まりとかもなかったっていう感じなんだよね。ただね、半年とかそこらぐらい前に業者さんは呼んだみたいで、その時は便器とか外さずにシュポシュポみたいので詰まりを抜いて、とりあえず使えるようになったっていう感じなんだって。ただその時業者さんがね、黒っぽいものが流れてきましたよっていうことはお客様の方に伝えてあったみたいで、いろいろお客様の方でね調べていくうちに、うちの動画とかにもあるね、あの黒っぽいブヨブヨが原因なんじゃないかっていうところで、まあご依頼があったっていう感じなんだよね。次はね、お部屋内入って実際にトイレにね、トイレットペーパー入れて水の流れをね一回確認してみたいと思います。流れ方だけ見るとなんともっていう感じですよね。ただね、お客様曰くやっぱり汚物とかペーパーとか流すと未だにね上がってくる時があるみたいで、まあね、そこまで話がね分かってると、まあほぼほぼ黒いブヨブヨがまだまだいるのかなっていうところだね。そもそもね、シュポシュポだけだとあの黒いブヨブヨって全然取れないとは思うんだよね。ただまあそこに関してはお客様と前の業者さんがどういう取り決めでやってたかっていうところもあるので、特にね言及することもないんですけども、実際にねこの後便器外してみたりとか内視鏡を使って館内を見ていければっていうところですね。して見えるか。あ、来てるね。はいはいはい。わかりました。やっぱあれですね。一番最初見た排水マスがここのトイレが流れてくるところっぽいので、早速準備してちょっとやっていきますね。まずはね、便器側から、まあ内視鏡ね、便器側から入れたところでトラップのところでね入っていかなくなっちゃうんだけど。そこまでね、とりあえず見ておこうかなっていうところだね。今もう便器の中入って、トラップのところは、とりあえず見る限りは、便器もね、27、8年ものだから、そう考えると、まあまあまあ、綺麗な部類じゃないかなっていうところだね。で、さらに奥に進めていくと、まあ、ここが買わせるかどうかってところなんだけど、ギリギリ入ってて、今、見えるかな、この便器とね、便器のフランジぐらいまでは見えてるんだけど、やっぱりどうしてもこれ以上入ってかないのと見にくいのがあるので、これ以上見るってなるとやっぱり便器脱着しないとかなってところだね。準備はできたから、こいつですね。実際にね、このフランジの方を見てみると、まあ案の定っていう感じだよね。元のね形がわからない方にはね、これがどれだけ閉塞してるかっていうのが何とも想像しにくい部分があるかと思うんだけど、まあこの状態であればフランジのところがかなり閉塞してるなーっていうのは言えるっていう状態ですね。もちろんね、一番最後清掃してお客様と確認していただくんですけども、まあ、一番最後もね分かりやすいように見比べれればっていうところなので、
まあ、まずこの状態を覚えておいていただけると、まあいっか最後に見比べるから、うん、動画上だとね最後綺麗になってるだけってなるけど、まあ俺が編集してその前後をね動画の最後に持ってくればいいだけだからっていうのをね今思って笑っちゃったごめんごめん。とりあえずはこれからこのねブヨブヨを掃除していくっていう作業に入る感じだね。でこれはちょっと余談になっちゃうんだけど、 X、 まあ Twitter だよね、 Twitter の方でも書いたり、動画の一番最後現場の花も話はしてるんだけど、このブヨブヨを付着しにくくさせる方法って皆さん分かったりしますか？ちなみに花自身も分からないっていうのがあって、まあ強いて言うなら水量を多く流した方が付着はしにくくなるのかなっていうところなんだけど、あんまりさそれ自体も自信がなくてかなっていうところで終わっちゃってるんだよね。それがまあね、有識者の方がいればぜひともコメントをいただけると助かります。まああとね、 C っていうならこれ清掃し終わった後に綺麗になったフランジをまたね動画で撮ってはいるんだけど、一段ね段差があるタイプのフランジなのかな、これ。そのタイプはフランジ周辺少し汚れやすくねっていうのがあってたりするかな。それも断言できないからなんともなんだけど、ぜひ皆様のお力添えをよろしくお願いします。で次はね、便器を外してフランジから便所のね排水管を見ていくっていう感じだね。やっぱりね内視鏡で見て、まあ汚れてる状態で内視鏡入れてね、どこまで見れるかっていうところなんだけど、できる限りはやってみるって感じだね。めっちゃブヨブヨしてるでしょ。で今見てるトイレは2階だから、今横引き管に切り替わったってことは1階の天井のね横に走ってる排水管を見てる感じだね。横に走ってる排水管側は比較的綺麗だなってところだね。でこれで下に落ちるのかな、ここを下に、ああ汚れが引っ張っちゃって、あ、なんとか見れてるけど、縦管がブヨブヨで汚れてるね、汚れてる汚れてる。これを見る感じフランジ周辺と縦管が結構汚れてるなーっていうところで、これをまたね奥へ進めていくと縦管全体が結構汚れてるなーってところだね。基本的に油とかだとね縦管が汚れるっていうのは少ないんだけど、ブヨブヨ系っていうのは少し別な感じですよね。ただまあ奥へ入れていけば入れていくほど見にくいんだけど、そんなに汚れが徐々に徐々になんか薄くなっていくような感じはするので、今の判断で言うとフランジ周辺と縦管がメインで汚れてるのかなってところだね。で今はこれが1階の床下周辺のまた横引き外マスへ向かう方向の排水管って感じだね。縦管からまた下手側はほとんど綺麗って言っても問題ないぐらいだね。だいたい内容が分かったので、フランジ周辺と縦管をメインで高圧洗浄やっていきましょうか。Thank you.
まだ1回だけしか入れてないから、あ、何回か繰り返してたね。これなんですよ。よし、何回か繰り返すぞ。清掃できた感じかな。やっぱ大量に出てきたね。ね、大量大量。土上げてまた底マスまでワイヤー入れていけばいいんだよ。よし、底マスに到着。あ、もうほとんど流れてこないや。カスみたいなのばっかりだから、よし、でこれで内視鏡で館内見ていきます。ではね、これから清掃後のね内視鏡調査やっていきます。このねフランジ周辺めちゃめちゃ汚れがついてたんだけどなくなって、でここの曲がりが行くと1階の天井の横引き管だね。まあ横引き管はもともとそんな汚れてなかったんだけど、やっぱ清掃入れると綺麗になるよね。でごくごく一部水は溜まってるんだけど、まあ28年とか7年って加味したら全然綺麗ないい配管なのかなっていうところだね。もちろんね水溜まらないに越したことはないんだけど、どうしてもね排水管もビニールの素材でできてるから、多少はね年数が経てば劣化するって考えたら、うん、まあこのぐらいは大丈夫かなってところだね。でね、その横引き管を進めていくと奥の方に曲がりがあって、そこがね縦管の入り口だね。さっきね清掃前に見た時はこの縦管曲がったすぐ近くにね結構デロデロした汚れがあったんだけど、その様子を見ると、うー、入るか入るか、開いた、入って、ここでね初めて気がついたんだよね、枝管があるんだって。もともとはねこの枝管があるかどうかもわからないぐらい汚れてたんだけど、まあ綺麗になったことによってねこの枝管があるのが分かったっていう感じだね。とはいえね、この枝管に関しては今回のトイレ詰まりとは関係はないので
気にせず先に進めていきますね。先に進めていくと配管本来の色がねもう見えてきてるので、もうこの状態まで綺麗になってればとりあえず縦管も OK かなってところだね。で今床下の排水管に変わって外の排水マスに向かって内視鏡を入れてるっていう感じだね。こっち側はねもともとそんな汚れてはなかったので、まあそこまで気にせずで大丈夫かなっていうところなんだけど、今ねこれ外マスについた感じなんだよね。ちょうど内視鏡が入っていかなくなっちゃったんだけど、内視鏡のライトを消すとほら外の光が入ってきてるので、もうここまで見れてればトイレのブヨブヨの清掃は OK かなっていうところだね。便器もね復旧し終わったのでペーパー多めに入れて水を流してみますね。とはいえね施工前にねペーパー入れて流しても、これといってね詰まりの症状が出てたかって言われるとあれだけだとわからなかったので、通水確認だけで言うと前後差はないかなってところですね。まあただお客様がおっしゃってたね、汚物ペーパーとか流すと水がぐわっと上がってくるとかってもおっしゃってたので、今の状態であればまあしばらくは普通に使えるかなっていうところですね。次はね念のため外マスにねトイレの水がちゃんと流れてくるかっていうのを確認しに外マスへ行ってきます。お願いします。これだけ勢いよく流れてきてればまあまず大丈夫ですね。でねこれが冒頭で言ってたフランジの状態なんだけど、見直してみるとこれがねパッキンがついたフランジの状態で、次がねパッキンを取ったフランジだけの状態だね。こんな感じになってて、次はこれをきれいにするとこんな感じになってるんだよね。これを見るとやっぱりね一番最初のフランジはめちゃめちゃに汚れてて管をね閉塞させてたなっていうのがわかるかなっていうところなんだよね。ビフォーアフターをね並べると左がねビフォーで右がねアフターの画像になるんだけど、このね汚れがねお客様のねお話をお伺いする限り、まあ最長で6年ぐらいかけて徐々に徐々に汚れてきてこんな感じになったっていう感じなんだよね。ただね映像を振り返ってというか現場を振り返ってみて思うんだけど、このフランジのタイプってさ1段こう段になってるっていうのかな、そのタイプがフランジ周辺にすごい汚れやすくなってるのかなって思ったんだけど、意外とね縦管も汚れることが判明したからこれが原因ってことはなさそうなのかなっていうのもあるんだよね。ここがねこの段が原因でこうペーパーをね多く流しちゃって、ここにワンクッション置くというか引っかかるというかで一時的に詰まるっていうのはまあ聞いたことはあるんだけど、今回のパターンはねこれが原因なのかっていうのがなんとも読めないってな感じなんだよね。これに対してね何かお客様にこうするといいですよっていうのがズバンと言えればいいんだけど、水を多く流すとかそういうこと以外に何とお伝えすればいいかわからないっていう感じなんだよね現状。本当重ね重ねになるんですけども、有識者の方何かいい案がありましたらコメントをいただけると大変嬉しいです。まあとりあえず現場は終わったので、あとは現場の花さんがねブヨブヨをいじる映像で終わりたいと思います。じゃあね。まあ回収できたデロデロ系だけでもこんな感じで、こういうのがね積もり積もっちゃうとこうねトイレが流れなくなっちゃうっていう感じになるんだけど、これをさ汚
こうする方法ってあるのかな。薬はね飲まなきゃ、ね、ダメだし、電気ガバでとか、なんか水多めに流すとか、そういった以外で予防策がある方、分かる方いらっしゃったら、ちょっとぜひともお話をお伺いしたいので、コメント書いてくれるとすごい助かります。飲み始めてから6年ってことだから、使用頻度にはよっては、まあ6年ぐらいは持つのかなってところだよね。そうだよな。施工後に内視鏡で見て、もうほとんど取り除いてるので、これで私のお役は終わりました。では、これで帰るよ。じゃあね、バイバーイ。